まあ、職人であると同時に、やっぱりこう、人を教えるように職人になってるとか、もちろんそのお金のこととかもそうですけど、全て分かってないと、みんなできない、そういうシビアな時代だなと思いますね。なんか人間性が味にこう、そうですね、昔から言うんですけど、ラーメンは豚から鶏から人から感じるのは、やっぱり人間性の特徴がすごく大きいと思いますね。やっぱりもう味がもう美味しいのが当たり前になって状況だと、やっぱりこう、人による部分ってなるんで、やっぱりこう、例えばラーメン屋さんでよく、ラーメン屋さんに限らないんですけど、ラーメン屋さんで、誰が変わったら、こう息子の場合だったら味が落ちたとかいう理由があるから、はい、あれっていうのは最初に味が落ちた場合があるんですけども、そしてね、全く同じものが出てても、やっぱり食べる側と受け取り方ですね、食べてもおいしくなるっていうのは絶対にあると思うんで、そういう意味でやっぱりこう、作ってる人の顔が見えるか見えるかっていうのはすごく大きいかなと思いますね。なんかこう女性の私だとこう家で作る食事参加もそうなんですよ、今だと。あんたら食べたって言いますからね。もっとそれはいかがでしょうか、ございましたら。こちらのパネルの枠を見ていただきます。ラーメンを出しますね。はい。一眼プロデュースの。あ、はい。あ、ラーメンの枠ですね。はい。あのやつは、どの国のタイプでも同じ味がするように、調査するような技術というか、美味しさをちょっと、全部に考えるか、どういう考えになっているんですかね。これも難しいところで、確かに美味しさを、今ラーメンチェーンのラーメンカルガラスというところで、僕のプロデュースしたラーメンというのが全国250件ぐらいで出てるんですね。まあ、4分のプロデュースってやってらって、コンビニのラーメンのプロデュースもやるんですけども、まあ、おっしゃる通りですね、とにかく美味しさ、今の重点で開発するか、でもその、たくさんの店舗でやるんで、ブレがないように、こっちを優先するのは、それは難しいところで、今回のラーメンカルガスさんで、やっぱり上着の店ですから、どうしてもチェーン店って言ってもらって、店舗で始まるのが出やすいんですね。ですから今回僕が作ったラーメンっていうのは、すごくこう、割とブレが出ちゃうような、具材もたくさんあるものなので、ちょっと正直、各店のオーナーさんを作るのは難しいタイプなんですけど、今回はこっちの味を優先して作りました。ですから、まあ、なるべくそうやっても、ブレがいるような、ソリューションを、なるべく完成させたつもりではあるんですけれども、一般的なサイズのラーメンと比べると、ブレが出ちゃうかなっていうのは正直なところなんです。ちょっとそこはあえて、ちょっと作戦とかに頑張ってもらいたいという部分で、まあその、休日的な味というよりは、味重視で開発したんですけども、本当でも、チェーンって、どこの店でも同じ味に、まあ、はずなんですけど、そうでもなくて、例えば僕が大好きなチェーン店、天海っていうのがあるんですね。もう本当に全国というような、京都発のチェーン店。メインですけども、全国によって、マーケティングが違うきっかけにするんですね。それはその、なんですね、調理の仕方とかが違ったりするんですが、あと、意外と、全国にある商品で、麺がそれぞれ違うところにするんですよ。麺が北海道にある店舗、それから北海道に地元の商品店舗に行くんで、九州はどっちから、全国は1カ所から全国で、配送のお金で買ってるんです。だから、ある程度の地域ごとに買えるんで、意外と商品店でも麺が違ったりする場合もあるんで、まあ、商品店も、こう、全部同じだって、あんまりこう、坂をくぐらずに、はい、こう、いろいろ食べ歩いてみるのも面白いかなと思います。見てください。どうぞ。ぜひですね。はい、ありがとうございました。まだまだグランドに行きたいんですけれども、それぞれ何を見てたところを、今日はご一緒にご覧になってください。この後、足を運んでいただきます。本当に10年間にわたりまして、お客様とご挨拶いただいてまいりました、ランディング場に、ラーメン王石神秀幸から、ご一緒にご覧になってください。まあ、やっぱり千葉はね、千葉は関東有事にラーメングステップになるということに対して、すごく、本当に使われてきたと思うんでね。残り1週間、2週間少しですけども、今回もすごくいいお店が出てきてますし、ぜひこう、コンプリートして、ベンチを始めていただきたいなと思います。はい。ね、ちょうどお届けございますのでね、ぜひ皆さん、この機会にラーメン店の方に足を運びいただければと思います。では、この後、2年ということで、はい、足を運びいただきますので、今日もお忙しいところ、ありがとうございました。ありがとうございました。ラーメンの石神秀幸さんでした。ありがとうございます。